とにかく。慣れ初めは慣れ初めはだからもう何度も言ってるよな。もともと俺の放送のリスナーで、俺、たまたまお前の放送行ったんだよな。違う。私がたまたまコメント打ったのを拾ってくれて、そっから。小手半かな。私がそ、あの、他のリスナーさんに小手半をつけて、ああ、自分じゃつけとくわ、みたいな感じになって、そんで私も、ああ、じゃあ私も小手半つけてってコメント打ったら、たまたまそれ拾ってくれて、そっから俺が放送行くようになったの。で、仲良くさせてもらって。うん。うん。よく行くようになってな。聞けてる。で、そこからまずエロープしようっていう話になったよね。で、私が脱がへん、見せれへん、脱がへんで、それで、お前はもう、ええわって、お前とはスカイプする価値ねえわって私は言われたからな。あのさ、俺のコミュを潰すのはやめて。最低最低。ひも最大の危機。あ、でも俺はお前の放送見ててそういうことはしないのは分かってたから言ったっていうのもあるんだよ。そのエロがないんだよこの人、女の放送でも。うん、そういうことを売りにしてないから。うん。ほら。まあ最初求めんねやな。やっぱ脱いでとか。スカイプしたら。今日この枠で終わっていいですか。いや、なんすかこれ。いやいやいや、もうやめた方がいいって絶対に今日は。ああ、だおかしいでしょこれ。お前さ、俺の放送たった一言でさ、雰囲気変えるのだけやめてくれる。俺一回やったって変わんねえのに。嘘じゃない。いや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 、だから余計悪いからそれ嘘じゃねえとか。嘘やないけどなはやめてよ。北さんだけで十分だから。